皆さん、こんにちは。イルビーム YouTuber、スプランです。皆さん、イルビーム楽しんでますかとかって言いながらね、今日はエアドロップの話をしてみようと思います。イルビームはあんまりね、関係ないんですけど、えっと、もらえるものはもらっときましょうっていうものが、まあ、結構ね、クリップの世界だと大事だと思うのでやっていきます。フォワードエアドロップキャンペーンっていうやつですね。まあ、ここに出ているんですけど、2月14日から2月28日までのエアドロップということで、500万のフォワードのトークンがもらえるよっていうことになっています。で、そもそもフォワードって何 っはい。うとそしてこれがね、move the world forward って書いてますよね。で、これは、ま、簡単に言えば、トレードですね。あの、取引所だと思ってもらえれば大丈夫です。右側をね、見てみると BN、BNB、BUSD って書いてますよね。そんな感じです。なので、と、これなんかバイナンスとかいろんなところでトレードありますよね。なので、その一種だというふうに思ってもらえれば大丈夫です。 それでね、じゃあ他のプロジェクトと何が違うのっていうので、これ見てみるんですけど、forward is decentralized derivative exchange って書いていますね。なので、これ、非中央集権的な、まあ、分散したトレードですよっていうことが書かれています。なので、特に他のプロジェクトと違って何がいいっていうこともなさそうですよね。うん。なので、あんまり個人的にはメリットが見出せませんでした。 そして、下の方に行くと、ノーマーバリアズト,トレーディングっていうことで、3つの、ね、メリットが、まあ、書かれています。一つ目がですね、このように、ハイリターンズって書いてますね。リターンが高いよっていうことですね。えっ、ー、と、クリックターンってことで、結構簡単にできますよっていうことが売られています。 はい。そして、二つ目が、この、ローガスフィーですね。ガス代が安いよっていうことですね。ガス代がイーサリアムのチェーンで、ね、高いよっていうのがあるんですけど、これはね、安くなってるよってことなんですけど、まあ、バイナンスとかあるからね、個人的にはそうじゃないかなと思います。で、三つ目が、この、エフォートレスリートレードですね。えっと、努力なしにトレードできますよってことで、スマートプールルートってことで、これ結構やりやすいよってことですね。コンペティティブリターンですね。えー、競合的な、 まあ、建設的なリターンも得やすいよってことが書かれています。うん。なんかこれはね、すごい、まあなんか、直感的にやりやすいよっていう意味かなと思うんですけど、右側のね、インターフェース見てみると、まあ、イルビームとそんな変わんないですよね。うん。なんかこれはイルビームを褒めてるのか、けなしてるのかわからないけど、まあそういう意味だと、なんか取引所として、なんか取り分け優れているとか、そんなことはないんじゃないかなと、個人的には思います。 はい。ということでね、こっからですね、じゃあ実際にどうやってこのキャンペーンに参加するかっていうのを見ていこうと思います。このキャンペーンでね、実際に注目するポイント、エントリーの数っていうのが重要なので、そこを見ていきましょう。でね、こうやって下の方に行くと書かれているんですけど、How to get your entries っていうところで、えー、っとね、実際にエントリーの数っていうのがあります。まあ、ただその前にですね、2月14日から2月28日までというところがあるので、えー、っとね、この動画見たらすぐにやっておきましょう。 はい。で、どうやってエントリーするかっていうのが書かれていて、まず一つ目が、フォローザオフィシャル。 フォワーアドアカウントオンツイッター。ここでツイッターのアカウントをやってくださいね。で、あと、エアドロップのキャンペーンをリツイートしてくださいね。とか、あと、テレグラムとか、ディスコードのコミュニティに入ってくださいね。あと、フェイスブックのページに行っていいねをしてくださいね。っていうのとか、あと、ベップ20のまあアドレスを送ってくださいね。そして最後、リーファーフレンズってなってます。これが友達を紹介するってことになっていて、ここのエントリー数っていうのが重要になるので、えっ、ー、と、これをまあちょっと後で見ていきましょう。 で、えっと、下の方に行くと、実際にどうやってリワードを得ることができるかというね、手順が書かれています。まず最初がとと、エブリオ y o n e will r e c というドロッ a は誰でも得られますよ。二つ目エアドロップ,プールがですね、トータルエントリ r ですね。総エントリ r i によって変わってきますよってことです。 で、えっと、どういうふうに、えっと、変わっているかというものが、えっと、この下の表に書かれていますで。下の表はですね、トータルエントリーがこうやって増えて7万になると、えっと、5メガですね。500万の、まあ、プールトークンのリワードを得ることができますよってことになっています。で、実際に、こう見てみると、もう20万以上がね、エントリーしてるんですよね。なので、まあ、500万のトークンが配られるというのは確定しています。 はい。ということでね、下の方に行ってみると、じゃあ実際にあとはどうやってこれ配られるかっていうルールですね。で、これはユーザーは2つのグループに分けられますよと。で、一つ目のグループ50%。で、グループ2も50%って感じですね。で、えっと、それがまあ詳細なんですけど、このグループンなんですが、グループンはアドレスですよね。これはまあ、すべてまあ、 適用されますよすなわちキャンペーンに参加した人はみんなこの山分けの対象になるよってことなんですねであとはえっとここに英語でねイいい氷て書いてくれているんですけどみんなが平等にえっと配られますよっていうことですなのでここはエントリー数をまあ、きちんと稼いどくっていうのは重要ですねでもう1個は グループ2ですよ。で、グループ2は200のアドレスのモストエントリーって書いてますね。なので、エントリー数が多い人が重要ということです。で、この500万を分けられるっていうことになるわけですが、そのうちの半分、あ、半分なので250万ですよね。で、それを200人で分けるってことなので、1人当たり1万かな、1万トークン以上もらえるってことになるので、これはすごいですよね。 そしてグループ2はですね、グループ1と兼ねることもできます。なので、えっと、グループ2の人は、グループ1と20ドリなんですけど、グループ2の人は、もうすでに1万トークン以上もらえるってことなので、グループ1でもらえるものはね、もう先ほどね、20万円取り以上あるわけだから、ビビたるものだっていうのがわかりますよね。はい、ということで、ね、さっきのサイト来たんですけど、えっと、応募サイトがね、こんな感じになっていて、2月14日から2月28日までですよって500万トークンですよね。これを分けますよ。 話になってます。で、下の方に行くと、先ほどとね、こうやって同じことが、実はこの、リワード・ディストリビューションというところに、この、表もね、一緒に、えっと、あります。で、1から7までね、書かれているんですけど、これって先ほど書いてることと一緒なんですよね。なので、えっとね、 イルビームの NFT もらった時に、えっときに5体あるじゃないですか。5体のやつあったじゃないですか。あれとえっと似たような感じかなと思いきや、ちょっとね違うので、えっと、とりあえずちょっとディスコードをしてみようかなと思います。まあとにかく何かでログインしないと、えっと、何か押せないよってことになるので、これはね、何かしら Facebook とか Google とか Twitter とか Discord とか何かしらログインしておく必要があるんだと思います。 はい。で、私はね、ツイッターでログインしたんですけど、えっと、ツイッターをまずフォローすることですね。それで、まず一つのエントリー。で、ツイッターのこの公式アカウントでのツイート、これをリツイートすることで一つ。で、えっと、三つ目が、えっと、フォワードのコミュニティに入りましょう。ってことですね。これ、テレグラムですね。で、1エントリー。で、あと、ディスコードも同様に1エントリー。で、最後に、Facebook にまあ入りましょう。 ってと,ところで、それのいいねを押そうねっていうので、1エントリーです。そして最後に、provide your wallet address ってあるので、えっと、アドレスをえっと入れてくださいよってことになってますね。ただ、現時点ではですね、と、ここが鍵マークになっていますよね。で、これちょっと後からわかるんですけど、3つ以上エントリーしないと、ここが入力できないという感じになっています。はい、ということで、まずフォローのとこを押してみましょう。そうすると、私はロボットでありませんと押してあげましょうね。 さあ、下の方に、これフォローしますかって出てくるので、これフォローボタンを押してあげましょう。そうするとですね、フォローしますかって出てくるので、フォローを押しましょう。ね、これでフォローウィングってなったら、OK ですね。これでフォローされてることになります。そうするとですね、こうやってチェックが入りましたね。はい。そして続けてリツイートです。同じように押しましょう。はい。そうするとね、このツイートをリツイートすることになってるんですけど、同じようにね、このリツイートボタンっていうのを押してあげます。 はい。たらリツイートって出てくるので、押してあげましょう。リツイートされるのかなあ、もうすでにね、リツイートマークついてますね。なので、これで OK です。はい。これでね、リツイートボタンもマークがつきましたね。はい。そんな感じでね、えっと、同じように Facebook もこんな感じでつけて、最後にウォレットアドレスを入れてあげましょう。でウォレットアドレスは BEP20 ですね。バイナ a ス c e s m a r ー c のものを入れてあげましょう。ね、えっと、メタマスクとかでも OK ですけど、えっとベ、 フトゥエンティですね。えっ、ー、と、バイナンスのチェーンにつながるようなネットワークですね。えっ、ー、と、これを、ま、きちんと入れておくという必要があるので、えー、ここは皆さん注意しましょう。他にもね、多分セーフパールとかいろんなウォレット使ってる人いると思うので、えっ、ー、と、自身のね、えーと、ウォレットが対応しているものをきちんと入れてあげるようにしましょう。 書、はい。てね、メタマスクの設定を見てみると、こんな感じでですね、アタネットワーク、ネットワーク名、新規 RPCURL とかね、えっと、こんな感じでいろいろと項目があります。では、ここのスマートチェーンっていうものが、えっと、最初から入っている人は問題ないです。どっかでやったことがあると思います。で、ない人はネットワークの追加からね、えっと、行くと、ここの画面が出てきます。 で、ここはね、do your own research ってことで自分で調べてみてください。二つかね、三つぐらいサイトを見てみるといいと思います。で、出てきたら、ここの保存を押すよって感じで OK です。で、私はね、えっと、過去にあの、iMosaic Token っていうね、あの、セクシー女優さんのなんかトークン配るみたいなやつをなんかただもらったっていう動画をね、出してるんですけど、そこでね、えっと、ここの五つの項目埋めました。はい、ということで、ウォレットアドレスを入れたら、コンティニューで、えっと、終わりですね。で、でこれで、えっと、完了しましたって感じになっています。 はい。そうするとね、あ、上にね、えっと、こう、4エントリーって来ましたね。なので、これで OK です。で、下は、アンロッカーボーナスエントリーってことで、えっと、上の項目全部埋めたらね、さらにエントリー数が、まあ、できるみたいですね。まあ、でも、これだけあればね、個人的には十分でしょう。今日ね、動画作ってる時点で残り13日なので、皆さん頑張ってください。それでは、えっと、また次回の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。